アンダーズホームはアメリカの作家、コメディアン、俳優、プロデューサー。アンダーズホームはエバンストン出身。エバンステンタウンシップハイスクールを卒業。2003年、ウィスコンシン大学マディソン校を卒業し、歴史学の学士号を取得。大学では水泳チームに所属していた。卒業後、脚本家を目指し、ロサンゼルスにある。 セカンドシティコンサーバトリーでトレーニングを受ける。コメディドラマ、ワーカーフォリックスで共同クリエイターの、ブレイク・アンダーソン、アダム・リヴァイン、カイル・ニューア・チェックと共にコメディグループ、メール・オーダー・コメディを結成。ドラマ、ザ・ミンディプロジェクトでドクター・ミンディ・ラヒニの婚約者を演じた。また、テレビシリーズ、モダン・ファミリーの第4シーズンに出演。アレステッド・ディベロップメントの第4シーズンにおいて、 最初のエピソードでは、ワーカーフォリックスの俳優仲間アンダーソン、ディバイン、エイリック・グリフィンとゲスト出演。彼は、ワーカーフォリックスの仕事以前に、リアルタイム・ウィズ・ビル、マーのプロダクションとヘッドライターのアシスタントを務めていた。2014年、クリス・ロック監督のコメディ映画、トップ5では、ブラッド役で出演。2016年には、コメディ映画、私が私を見つけるまで、 に出演した2016年6月、ディバイン、アンダーソン、ホーム、ニューアチェックがネットフリックス映画、ゲームオーバーで、セスローゲンをプロデューサーとして取り組んでいることが発表され、2018年3月23日にネットフリックスでリリースされた。2011年9月、大学時代からの恋人であるエマネスパーと結婚。 2013年12月19日に第一子である男の子が誕生。ありがとうございます。